秋田方市内の中学校で開催された研修には、市内で小中学生にバスケを指導する12人が参加しました。文科省は2025年度までに公立中学校の休日の部活動を段階的に地域に移す方針で、県は指導者の育成支援のためにトップス広島と連携、今日が初めての研修会です。参加者はドラゴンフライズのユースと合同で練習し、コーチに指や体の使い方、練習方法などについて指導を受けました。1対1でこう攻撃仕掛けるときの体の使い方とか、どうやって力を貯めてそこから爆発させるかとかっていう、その体の使い方は特に勉強になったなと思います。こうやってたくさんの指導者の方にご参加いただいて、よりそれぞれの地域で広島県全体ですとか、そこから また日本全体をバスケットで盛り上げていければいいなというふうに思っております。県は今月トップス広島と連携した他の競技でも指導者研修を行うとしています。